回転私残念ながら2回連続4位という不甲斐ない結果に終わってまして、下がなさすぎた応援、あ、焦りが生まれてきてる。555出た。 555? 筋肉マンが入るのならここ全然入ります。朝一のハーテン、ほっ、わー、最悪、もう年以上の態度、あ、333までは打つか、うわー、やった、そんなことあんの。あ、これあれじゃねえっぽいな、まだ戦えるな、この台で。どうやら ここでこういうことするか。あーで決戦なんだ。まあ得意だけどね。こんなたくさんの人が見てるまであんまこういうことを言うとたくさんの人にバカだと思われるだろうからあんま言わんとこうと思うんだけど、あえて言おう。僕の革命ボーナスは実質3戦ですから、2戦突破したらもう決勝、4回目は絶対にミスらないで星の元に生まれてきてますんで、その点を踏まえた上でご覧ください。いいよ、右の方が得意、初手右はどういう結果を招くかといえば当然こうなります。でどこまで行っても 50% は 50% なんですよ。だからミスは免れないのね。全部当てようと思っても無理だから。だからもうね、先言っとこう。あ、ここはもうミスります。ここ一旦ミスります。全部当てるのは無理なんで、ここはミスりますね。嘘です。これでもう決勝、よーしよ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 し、あと1回勝てばもうゴール。1回は OK なんでミスります。はい、中でいいです。よし、嘘ですね。で、これでもうゴール、よいしょ、ゆっね、当たり前、こんなのは当たり前、当然の所作、バカ野郎。あれじゃないんだったらちょっとなんとかなれ、もうマジで。この流れで2個取ったら通ります。うん、ここだけお願い。おい、今の見た？もうちょうどお願いしたタイミングで遅ればせっぷちゅんよ。この流れはもうもろだやろ。よし、当たり前なの？四半世紀やってんだからこっちは。ちょっとあんまりここであれするとな、なんかいいことねえような気もするけど。さあ、多分ここが天井のはず。モード D 以上、オッケー。あれ、思ったより上がらんな。思ったより上がらんかったけど大丈夫か。トモビキボース
手ボタンを押してください。激アツ、やっぱり天井でしたね。いやー、こんなに正直うるせえ奴らを打つつもりはなかったんですけど、ペンちゃん大丈夫だっちゃ。あ、はい、いやー、ペンちゃんよかったね。やったらびっくりした。天井です。え、どうなんですか社長は。V 角度、え、今ここ上位に行くかどうかの行ったの。あ、行って行っちゃったの。あ、行ったんすか。だから焦った方がいいよ。うそ、これじゃちょろっと出るだけだろ。え、AT 入ったら割と頑張れば出ます。入ればな。入れば頑張れ、できるよお前なら。めっちゃ余裕じゃないですか。自信持っちゃっていいから。なんかみんな俺のこと舐めてるよね、すごく。肩とか叩いちゃってさ。いる？あ、お前やってんのか。当たってないのか。惜しい。当たってなかったらいただけたんすか。これあげたよ。うわ、だってなんか調子悪そうだったじゃん。惜しいことした、うん、もう隣の子は寝てたら勝手に死んでいく感じかな。多分そうだと思います。あれは、はい、SP 遠いって言ってます。え、行ったんすか。あと知らないと思うけど、俺朝こんなことやってるからね。一ゲーム共闘、やっぱりパチトロはエンジョイなんですかね。そう、俺四半世紀売れてるから。そういうこと、やっぱりエンジョイなんですね。そう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 、結局は楽しもうか、この筋肉マンを。いやでも死ぬね本当に、こんな下なし打ってたら。いや打てない、本当に打てない。ちょっと気の迷いでちょっと回しちゃったけど、打てない打てない、ダメ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 。だって残り時間もあと4時間くらいしかないんだよ。無理だよ、8回目9回目とかの SP 追えないよ。やめます、あれやめます。ジローに何と言われてもやめます。ダメだ、もうやめるんだったらもうここで来てる、やめよう、やめるんだ、やめるんだ俺は。うーん、さよなら、さよなら、さよなら、ナイス。ダメか、バトル誰。いや、いいね、マリオ。ベル、レア役、ベル、レア役。ナイス、赤。よいしょい、継続、素晴らしい素晴らしい。ナイスレア役、いいタイミング。ああ、そっちじゃない、ジャックレア役欲しかったんやね。でもハンター3連発来てるよ、ちょい熱いよね。ありがとう。あ、リッカマグナムや。マグナム強いからな、頑張ろうな。ベル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 、レア役ちょうだい。ナイスレア役。あれ、ゲーム数もらえへんの。マジもらえへんのかよ。黄色、まあ黄色でも1,2発取れることある。頼む、よし、一発目から。取ってくれ、頼む、もう20だけ。いやでもまあまあ20でも取れるだけ取れたら、いやいいよいいよ。よかった、電撃ボーナスでした。投資が25。まずはレア役。おおおお、頼む、チャンス目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 。あー、50番お願い、これアイテム、あー弱い。
たよ。ちゃんとナンパしろよ。行きましょう。絶対に外したらいけない。行きます。もう絶対説明レア役引かねと。ああやばい、来た、危ねえ。レア役引いたらね復帰するんすよ。もうめっちゃ来るじゃん。ああ引いた。俺これうまいんだけどな、今日本当にリプレイ出てくる。復活復活。ちょマジでやってもうてるわ。さすがにもう天国見てやめるか。目標は30分継続させよう。30分継続させて無限の可能性を残しながらのランチ、これです。たださ、隣の隣が42セットやったんだけど、結局腹切り2回だったね。で隣のお姉さんも10セットやって結局ゼロだから、なんかまあ多分ここじゃないんだろうなっていう感じだけど、ただピンポイントで入ってるとかはあると思うから、ああついた、普通でいいよ。あ、オッケーオッケー。あ、大丈夫だ。大丈夫大丈夫。気のせいでした。ひとまずプラス1000倍ラインを目標に。おい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 、そりゃねえぞ。まずいですそれは。さあどうする、こっからこっから問われるぞ、こっから問われます中島雄介が。さあどういうイリュージョンを見せるか。店内の状況的に選べるのはこの島しかありません。そうです、沖どきか南国かパチンコか、それくらいしか今まともに選べません。有利区間だいたい800いってるブラック、もしくはもうほぼほぼ30回して放置されてるオキドキ、もしくは打たないと決めた南国育ち、32ゲームでまだリセット狙いっていうやつが残ってるんですね。まだリセットかかってるかもしれない4の台があるんですね。さあ問われますよ、ここから俺の進化が。ホーム戦だからな、絶対勝たなくちゃいけないんで、よし、とりあえずはリセッツ、リセッツ狙いです。いきます、いきます、200丸、それじゃ回さない。イメージしろ、あの筋肉マンを捨てたのは絶対間違いじゃないと思います。積もってたと思います、でもダメだと思う。あれ打ったら、あの普段の俺だったら絶対あれ打ち続けます。ああ、いくら負けてもいいや、とりあえず経験になるからいいや、へーへーへーみたいな。で負けたいわけじゃないけど、うわー頼む、つながってくれ、つながってくれ、頼む頼む、叫びかりないない、うわこれはでかい、これはでかい、頼むビッグで、いや飛ばせばいい、飛ばせばいい。53ゲームレギュラー、ここからです、8ゲームです、いきます。蝶々が飛べばレンチャンです、いきます。頼む、しおり、金返して、返
返しておかね、しおりさん。まずは投手分取り戻します。いきます。しおり、今日くらい微笑んでくれよ。さあ、あとはこの連がね、どこまで伸びてくれるかですよ。これ、いやー、ダメ。いいね、マリア。立て。いやー、伸びない。一回か。インディーです。インディー確か良かったよな。ちょっと周りめちゃめちゃ空いてます。でもまあ筋肉マンを中心に6台と思うんで、ゾンビランド佐賀から多分マジハロまでなんじゃないかなと思ってます。まあ勝てる勝てないは別の話なんで、あと僕にできるのは分回すことだけ。でもゆうちゃろさんはすごいっすね。 SP おらんから直近でやめっていう判断、正解かどうか分かんないですけどね。正直僕はうちはいいやんと思っちゃいますし、まあ、ゆうちゃろさんのおかげで積もれたからゆうちゃろさんには言いましたけど、なんか自分だけ黙っておくのフェアじゃないなと思って。でもそれを聞いた上でやめるっていうのは相当の意思が必要な気がする。本当この短い短期間で勝たなければいけないっていう、そのプレッシャーが高設定をやめさせるっていう。この37リーグ、あの皆さんのこと僕はあんまり敵だと思ってないです。高め合って勝っていければいいと思うんですけど、今日は絶対トップ取りたいです。いきます、頼むぞ。2連とかやめてくれよ。これ内部的に飛んでるときはマイゲーム 10% の振り分けです。で最終ゲームのみ 20% で、最初の1ゲームにも 10% の振り分けあります。最初の1ゲームっていうのは通常のね。いや、追い込まれると苦しいんですよ。心がキュッとなるんですよ。いやー、2連とかやめて、マジでそれはあかん。よーし、よし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 。でビッグかレギュラーかの振り分けめっちゃ大事ですからね。マジで大事ですからね。あ、テンパイオン、ありがとう。投資が799枚です。そして先ほどね、123エンターテイナーズの LINE グループに筋肉マン、おそらく積もったような気はするんですが、状況的に SP がどう考えても近くにないので捨てますと LINE したところ、島田リーダーより、それしゃあない、肉は設定狙う台じゃねえからな、今回も一番負けてこーいって。いや、島田って、あの本当 LINE でいつもこんな感じなの、グループ LINE でなんかすげえミスったりしてももう毎回ええやんええやんみたいな、本当ね、理想の上司みたいなことを送ってくるわけよ。すごくない？あー、ヒデピからもうラインスタンプ来た。結果は後からついてきますわ。いいやつだな、ヒデピ。ゆうちゃろさん、ホーム戦やっとってください。そうだ、ホーム戦なんですよ。 1.5 倍なんですよ。勝っても負けても 1.5 倍のスーパーカップです、今日は。いきますよ、マイゲーム 10%。もう早く飛んで安心させて。そう、ここまで引かなくてもまだ 50% 分しか消化してないってことです。まだ半分あります。いやいやいや、3連はあかんて。3連はやめて。あー、パネフラなしで最終1ゲーム、この最終というか通常1ゲーム、ここに 10% の振り分け。うわー、でもこの蝶々飛んで告知される割合が 80% で、残りの 20% は裏に回ります。裏に回ったときは32ゲーム以内に光ります。31、次でラストいきます。第一停止ない。よし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 、投資799枚でとりあえず521枚戻ってきました。一旦また店内見ましょう。ドローすすってでも勝ちましょう。あれ、
あ、いやいや、ないよな。熱いパターンだけど、チャンスアップがあればってとこか。ないか。あ、あるな。いや、当たるわ。はい、内蔵さん、きたー、共通ベル、よし、ナイス。またこれか。問題は初戦だと見た。1回戦ここを突破できれば決勝までは持っていけるんじゃないかと思う。でかい、でかいね。風を読み切ってるね。いや、まあここは1回見せていいか。いよいよな、いよいよ1回見せて OK ね。適度にこういうミスも交えながら、肝心なところは絶対にミスらないというね、肝心なところはミスらない。そしてここで左手レバー叩くかと思いきや、右、ああ馬鹿野郎が。お、前兆いった。ああ、これセーフなんか。このチャンス目、このチャンス目、ああ、オッケー、危ねえ。天国の前兆です。8点か。いやー、頼む。全然外すこともあるからな。うわ、緑カットインだけか。あー、よかった、天国で当たりました。ちょっとね、投資がいっちゃって28本なんですけども、あー、ここで着地。しかも昇格戦勝った。ビッグで会ってくれよ。あやー、いや、今ほんと狙いストック持ってるんで絶対に突破したい。ナビ引かんな。オーケー、当たる回避ミッションまだいい方よ。よけろ。おおおおお、やっとアイテムゲットできた。これで1回分のリプレイは回避できます。ある、外れ目、外れ目でも取ろう。あー、弱い。お、ちょっともうこれは AT 生きる流れだ、完全に。お姉さんが俺を待っとるんじゃ。いきます、当たる、今回は頼む、頼む、計算。あー、なんでなんで計算しないの。あー、飛ばない、なんで。あ、嘘でしょ。
ゃめちゃくちゃ下手だわ。平均にも届かないじゃん。ああ、お花屋さんが出てきたら終わりなんよ。少なー。あー、おかわりなかった。60ゲームスタートはめっちゃ下手くそです。やばい。けどそう、さっき持ってた狙い星が4つあるんで、手動音柄も引き継いでるんですよ。手動マップも。でこの AT 中に何が大事かって、もう本当にこれをとにかく2ライン以上当てて、あー1ライン、ダメだ。特化ゾーンにね、特化ゾーンにいかに入れるかなんですよ。あ、これは絶対にミスりたくないやつ。当たる発見、ちょっとチャンスアップないか。お願い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 。赤まで行ったのにな。うわ、ダメか今の。ここも欲しい。お願い。よしよしよし、ツーライン、ツーライン。特化ゾーン確定。ともいびきガールズコレクション、これが特化ゾーンでございます。いやー、よかった。とりあえず駆け抜けは避けた。でこれ何をするかっていうと、チュドーンが揃ったところの女の子が参戦して、リュウちゃん、これやっぱ赤い子がいいんですけど、全然ダメだ。これ今全然ダメ。いやー、1個しか。5ゲームゲットした。まだスタンバイ。これは普通にゲーム数は乗せだね。これも欲しい。あー、1個だけか。で女の子が多ければ多いほど、ゲーム数を獲得できる。まあ、ゲーム数っていうか報酬だね。報酬期待度が上がります。でさっき獲得した女の子が順々に当たるをぶっ飛ばすんで、ぶっ飛ばしたメートル数によって報酬が上がってくって感じです。はい、まず1回目が 90m、まあ、200m 以上いけば、レギュラーボーナス以上にはなります。あー短い。今 140m、 まあレギュラーボーナス以上には行くと思います。はい、で今ビッグ確定ってとこですね。あ、これが最後だ。チャンスかしら。 400m 以上行けば、ふう、来た。固まったら結構飛ぶよ。400m 超えれば。超えた。てんちゃんのワンチャンマージャンまで行きましたね。おお、まだ行く。あ、獲得報酬はてんちゃんのワンチャンマージャンでございます。これねー、これねー。5ゲーム間なんですけど、5ゲーム間に何でもレア役引けば3桁のせ確定なんですよ。で、まあ、リプレイとかで50ゲームとか、外れかナビで50ゲーム、なんでも強レア役だったら200、
とにかく何でもいいからレア役引けば。リプレイ。あ、もうこれで終わりや。あ、終わりかな。流局までまだやんねえのか。あ、終わったわ。リプレイ聞いたんで50ゲームでした。もう何回もこうやって突破ゾーン入れて、とにかくゲーム数を乗せないとね。昨日の傾向からゴールド全リセだとは思うからな。じゃあもうなんとなくこの872からいこう。672、39ゲーム回ってるやつから。さあ、オキドキゴールドのね、チャンスモード、リセット時に行く可能性があるチャンスモードの当選確率が70分の1くらいと、現在39から座り始めたんで、100くらいを目安に回そうかなと。回しても2倍くらいかな、140とかそんくらいまで。投資100枚光らず、やめ、114ゲームやめ、次そのまま横スライド、はい、2台目、54ゲームからです。これも100枚くらいやりましょうか。よく隠れなかったな。あのね、オキオキゴールド、これまあリセットされてたらの過程の話なんですけど、有利区間が浅いじゃないですか。まあこれ123しか回ってないんですよ、リセットだとしたらね。で、有利区間がまだ浅い時の確定薬、中段チェリーとか結構隠されちゃうんだよね、確定薬系って。隠されなかった。フリーズ、フリーズ、フリーズ、行くぞ。二直島田の顔を浮かべろ、あいつを優勝させる。スッと回った。いやでもこれはでかい、これはこれ飛んでくれるよね。さあ、リセット狙いで座ってのこの確定役です。美味しいパターンです。これ全然外れるもんな、この演出。大体こういうのって青で発展したら当たりみたいなのないですか。でもね、ベンデッタはないんです。あれあるかも。ごめん、ベンデッタごめん、ひどいこと言ってごめん。24号当たり持ちメダル、メモメモ。まあ1回はボーナスやろう。終わってる、終わってんなマジでと思ったら出てきました。そうや、1個保証か。さあ、ダチョウマシンガン、これ取って100枚200枚もらおう。ナビにゃー、緑は大事。おもろないなー、すごくしんどい台やね。俺もやめようかな。さっき言ってたこととか忘れてもらって。クラゲー終了画面デフォルト2連続、ちょっと断髪しんどいっすね、さすがに。うわー、弱点からいった、さすが、さすが高設定。あ、扉が、あー、そういうことね。スイカ赤までいってる、お願い扉、あー、ありがとう。47ゲーム、サイレントモードからチャンス目もう一発いてる、引きすぎだろ。リアイク強ただ、早い初当たりありがてー。47、なんでチャンス出てんの。前兆中に取ったんかこれ。なるほど、クリーチャーバトル。
うわー、いた、ありがてー。125枚、もう一回さっきのクラス1000枚クラスを今日5回やろう。でプラス1500枚から2000枚ぐらいで買えると。もう上位までは求めてない、もうあのクラスでいい。まあ、ま、そんなののっけから来る。ああ大丈夫っぽいな。引き続きチャンスゾーンがいいんだよね。こちらがいいな。オーライ、7が揃って1ゲーム目に15枚役ダミが出るところまで想像してました。あ、ま、なるほど、 OK。もう余計なこと言わない。さあ決勝戦、流れはあるぞ、流れはそろそろ中を引きそうな状況だもん。なっていてたら左やりました。 OKOKOK、 これ流行るまであるんじゃない。ギュッ、ね、いやー、ここを通せたら次はいよいよなんか起こりそうな気するんだけどな。いやー、ここもリーチさえかけれればもうなんかいけるぞ。今日多分ね、3回戦とか決勝みたいなのが多分ね大丈夫。おい、ふう、ああ、そんなにいいのに。もうお願い、ここだけ。スイカ、異常なし。そこはダメなんだ。引き戻しだよな。ああ、引き戻し。ああ、1ライン。でもおかしくないです。観念しろ、諸星、お願い、お願い。うわー、おお、復活だった、よかった。はいはいはい、乗ってきましたよ。いやー、ちょっと人数が少なくなってしまったんですけど、3人か、200は超えたい。飛ばします。90、根性を叩き直してやる。あ、200は多分超えれるんじゃないか。チャンスアップはないけど、トータル 380m なんで電撃ボーナス。オッケーオッケー、よし、一応ボーナスだったら枚数も増えるしね。これで500枚ぐらいにはなるかな。繁盛ゲーム載せました。あと100枚、よし、5ゲーム
わってしまうのがこのまま。あー、しばれ赤、おー、あと乗せがありました。あと乗せあったけど特化ゾーン入らないと。あー、頼む、激走中行くわけないよな。終わったー、700枚ちょっと。また天国見てちょっと考えますかね。さあこれはもう爆練すると思っていいよね。確定役から飛ぶよね。やった3-7リーグのいいとこ、普段よりパチスロが面白い、本当に面白い。俺オキドキさ、正直もう飽きてたの。5号機でもしこたま打って飽きてたの、申し訳ないんだけど。でもこの連チャンでこんなに嬉しくなれるとは。ちょっとこれ煽り続いてない？もう一回来る。あ、これ来るよ来るよ。うん、43のおじさんはしゃいでしまいます。さあこっから始まるぞ。すごい気持ちのいい気分で、お昼休憩に行けます。戻ってきたら連チャンスタートだ。530枚。さあここで一旦お昼休憩取りに行きます。あれ、こんな時に限ってトロピカーノをやめたお客様、マジ座りたいんだけど。ただいま戻りました、行きます。というかすいません、実はお昼休憩今行ってないです。とりあえず回します、行きます。回しながらしゃべります。はい、ピクモナス。あのお昼休憩行こうと思ったんですけど、私の狙い台の一つであったトロピカーノがね、今2000枚出て空き台になったんですよ。でトロピカーノも設定がない台なんですけれども、筋肉マンと一緒で非常に知識介入度が高い台なんですね。2000枚出たってことは、あのすごくいいモードにいる可能性があって、かつあのそれがね結構継続するんですよ。2000枚くらい出て有利区間切ったとしてもまたいいモードに行きやすいというか、なんですがすごくやっぱ難解な台なので、お客様あの、まあ、捨てちゃったんですね。トロピカーノなんて本当にあの解析もろくな解析出てないし、信頼出たばっかで、あと打ち込んでる方も少ないので情報があまり出回ってないんです。で今空き台になってるんですけど、さすがにこれをね今連チャン中だから、抑えるわけにいかないと。なのでこの連チャンを消化してトロピカーナが空いていたら移動しようと思います。もしこの連チャン消化中にトロピカーナが他のお客様がお座りになられた場合は、素直に休憩行こうと思います。今日ね初めて牛尾さんとお会いしたんですよ。牛尾さんと一緒にお仕事する機会ってなくて、ただ飲み何回かで飲む機会のチャンスはあったんですよ。知り合いから今牛尾さんと飲んでるから来ないみたいな。ただ僕編集抱えていたりとか、どうしても地方に行ってたりで行けないことがあって、で初めてお会いしたんですけれども、あのもう頼れる兄貴というか、すごいな、やっぱ長年やってるライターさんってすごいよなって本当に思うんですよ。やっぱ昔からやってるライターさんってすげえ人間力とか、まあ、いわゆるそのトーク力もそうだし、すごいなって。一緒に車で移動して朝来たんですけど、その時から思った。うちおさんいきなりさ車の中でさ歌い出したんですよ。話したくない。俺だったら初対面の人の前でなんかいきなり歌うとか、あの仕事だったらできるけど、普段の自分だったらなかなかできないですよ。どうしてもあの結構人見知りだし壁作っちゃうんで。だけどいきなり歌い出してそれが面白くて、タバコ吸ってる時に話したらなんか住んでる家も近くて、今度よかったら飲みに行こうよなんてね、社交辞令かもしれませんが言っていただけて
俺結構ね優しくされたらすぐ好きになっちゃうタイプなんで、男性でも女性でもちょっと好きになりました。さあ665枚、続くんならほほろ続こう、続かないならスパッと終わろう、いきます。まだ空いてます、まだ空いてる。カメラマンがうんって空いてるよって、まあ言うて確定枠で飛んでるからな、3連ってことはないでしょう。よしよしよし、嬉しい、こんなにビッグ確定の上段が嬉しいのは久々。いやまあここも白マスで全長来てないんで、っていうことだし、まあ A だと思うんだよね。でうっかり深いところを持ってかれたらもう即座にねドマイナスみたいなことになりかねないんで、で、まあ、周りの状況からしてもね、ちょっとこれは一旦審議だな、よっぽどなければ考えるけど、6台並びが道路方路ってなってて、でよ、あこれは昨日すごい、あこういうのまだあんじゃねえの、1300ゲームだ、これあるだろう、ありえるだろう、隣が8の8ちょっと確率は分かんないけど、まあ多分良さそう、その隣が8の10、ワンチャンっていう可能性あるよね、これ。よし、これやる、一旦ね、30ゲームと10ゲーム40のせー、まだいる、すごい、2つのクリーチャーバトルいる、つまりチャンス目いらんかった説あるってこと。リッカーショットガン、お願い、いやー出ない、お願い、ナイスシェネ、ナイスリップ出ろよ、ナイスシェネ、ナイスリップ押し順、なんでナイスリップ押し順頼む、いやー出ない、白緑おもろないね、取ってよ、ナイス、レック一回ショットガンか、ゾウとかがびっくり3つ、強チェアもったいな、ここそんな上がっても意味ないぞ、もったいな、1ゲームずれてたらね大変なことになってましたから。20ゲームです、まあ、耐えて耐えて勝負どころを待つって感じですもんね。頼む、弱地か、ダメと思ったらいた、ラストチャンス、厳しい相手や、まず一発ベル、2回目のベル引いてろ、ワンチャンある、3回引いたよ、お願い、残念、終了画面デフォルトクラゲ、えデフォルトばっかやな、終了画面投資966枚なんで今30枚巻きぐらい、835枚、さあビッグアウト1回で1000枚オーバー、いきましょう、まだまだ落ちないでしょう、12、13、14、おや、おやおやおや、おや、おやおやおや、28、終わるのか本当に、29、
30、31、次でラスト32、あら、終わったのか。じゃあ念のため1ゲーム、はい、移動しましょう。空いてます、空いてる。間に合うのか。さあ間に合うか、長嶋選手狙い台に間に合うのか。お昼ご飯をずらした甲斐はあるのか。ありましたというわけで、じゃあ取れました。おきどきが、はい、ありがとうございます。798枚なので今現在321枚持ちメダルがありますので、投資が今1万7000円の、1100枚くらいですね。なんとか今プラスにこぎつけて狙い台取ることができたので、ここからお昼休憩行ってきたいと思います。ちょっと楽な1人とかなと思ったら、かなりの談合状態だということが分かってしまいました。いやあのバルブレイブの超革命ラッシュがそれなりに続いてくれてれば、ね、何も難しいことがあったんだけど、あそこだよな。これでもうほぼトントンだもんな。オッケー、2プッシュ、持ち玉が483枚と19枚、まあ、20枚か、まだ勝ってる。7だぞ、絶対7、まあ、いいんだけどさ、まあもうなんか理由をつけて打てる台なんてそうそう空いてないから、これはもう神様からのおもし召しだと思ってね、しばしもやるしかないよね。おう、3連続、はい、おい、4連続、はい、おおおお、5連続ってあんの。5連続でマスカットを引くよりは俺ボーナスを引く方が簡単だと思うんだよね、圧倒的に。ていっとこれがね、皆さん、あの見せるジャグラーね、見せるジャグラー、今の熱かったね、あ、今の熱かった。ここで当たってくれたらめっちゃ楽やな。うわ、ひょうからちょっと期待、いわゆるメーカー柄ほど熱くはないです。わ、熱い、あらー、ネメシスやったっけこいつ、ネメシス、よっしゃー、245ゲームありがてー、助かるなー。ここはチャンス名なんかもったいない気するけど、抽選してるもんね、大丈夫よね。さあ本日4回目の初当たり、さあ来い、チャンス名からはなしか。朝一一発目こそ650ぐらいのところまで行きましたけど、その後は245でサイレントモード245と比較的早い。よし、ゾウ来い、めっちゃ大事、赤バレット、ナイス、タク、267発、早めにお願いします。よしょい、まだよ、ピヨン、まだよ、もう一丁、ナイス、あと1回、ナイス、もう一丁、ない、175枚、でかいでかいでかい、175枚はでかいよ。108、
おう、いいよ。ほら、ちょっとゆとりができた。このお化けの確率でビッグが上がってきたら、まあさすがにまあもうね、まあお店の状況を考えてもさすがにって感じだから、この流れでもう2、3発ポポポンってうわいビッグを引けてしまえばと言おうと思ったら、はい、いや、いいよ、いい。これで500枚ぐらいもうプラスになっちゃったから、一旦これ俺トップに躍り出てないか、一旦トップに躍り出たか確認していこうか。これはひどい。20 30 45%。当たらんか。移動します。モードが分かってたんでさっきは打ってたんですけど、天国なかったので移動しようと思います。メダルが482枚。お前800枚持ってんの？はい。もしかしてガールズのレンが、ごめん今収録しててあ、ごめん、お客様じゃないです。あ、違うの？一応共演者です。どうしたん？いや、何話してたんかなと思って。あ、もうじゃあもう先に言っとくよ。よく頑張りました今日は君たち。え、どういうこと？レンチャンしたみたい、ガールズ、ジャグラーガールズで多分嬉しかったと思う。すごい。え、あ、ブブブから移動してジャグラーガールズ行って、バルブレービオル出てるマジでそれ後ろさ、ぶん回した方がいいですって。え、延長しながらいいっすよ。もうそれぐらいぶん回した方がいいっす。頑張っちゃった方がいい。僕は回したいんで、あ、体を変えてほしいです。なんだよ、そんなこと言うなよお前は。もうなんだよ。リゼロ取ろうと思ったんですけど、ちょっとだけこの様子を見てみていいですかね。P リング呪いの7日間3なんですけど、俺この37リーグセカンドシーズンパチンコで勝ってるの全部ラッキートリガー入れてるからなんですよ。ラッキートリガーある台がやっぱり俺様を導くんじゃないかと若干思ったんで、ちょっと322回転ちょっとこれから座ってみます。キュイーンって当たりました。誰？そう、めっちゃ頑張りだから。よし、いやこれ来ちゃったな、とうとう。やばい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 。私一人ではできないこともみんなと一緒ならやり遂げられる。お姉様、ウイハル、サティさん、よろしく。これが私の全力だ。お姉様に叫びする。特別な心のジラーン。Thank you.